皆さんこんにちは、ヒカルです。さて今日もねこのパイロットフライトラベラーについてねちょっと検証していきます。で今回はねちょっと風がね強くてね、過去にも来たんですけど稚内の復興市場っていう室内のところでちょっとね、これ使っていきます。で今日のね検証する内容なんですが、このモーターのパワーによってどれだけ手ぶれがね変わるのかっていうのをちょっと調べてみたくなってね、ちょっと急遽ねセッティングをしてきました。まずは最初はですねこんな感じでちょっとこれ見えますかね、こうポンポンって叩くとほらもうすごい柔らかいセッティングにしてあります。あまりモーターのパワーを上げないようにねしています。でこの状態でまあ、ゆっくりこう歩いてちょっと小走りとあと階段の上がり下りをね、やっていきます。で、本体のセッティングなんですがいつも通りの、セッティングにしてありまして、まあ、60分の1かなで取っていきます。で手ブレ補正はいつも通りスタンダードでやっていきます。でこの後にもう一回このトラベラーを再セッティングして今度はちょっとモーターをね固めにセッティングしてどうなるかこれもねついでに検証していきます。それではまずねこのモーターをセッティング柔らかい状態で、いろいろとねやっていきます。どうぞ。さあどうだったでしょうか。このね使いながらもちょっとこれ心配になっててこうね結構歩きながらでもカクンカクンってなる感じでね少し不安なところがねありました。特に、ちょっと小走りのところと階段のね上がりと、まあ、下りはそこまでね気をつけて歩いててはいたんですが、それでもなんかね振動をこうガクンガクンってねこう拾っちゃってるようにも、思いました。じゃあこれからねもう一度この、トラベラーを再セッティングして今度はモーターを固めにして、もう一度ねさっきと同じ検証をしていきます。どうぞ。
さあどうだったでしょうか。さっきとね比べてかなりモーターをねこうパワーを上げてるんで、まあ、歩いてるところとかではあまりこうね、はためっていうこう外から見てる感じこうあまりガクンガクンってなる、感じはありませんでした。まあ、階段の上り下りもねこうしっかりとついてきてるような感じはしたんで、まだねこの映像僕自身が見てないんで何とも言えないんですが、まあ、これからね家に戻って一回この映像を検証してちょっとね感想なんか喋ってみたいかなと思っています。それじゃあねちょっと家帰ってね、これ見てみましょうか。さあどうだったでしょうか。僕もね今家帰って映像を見たんですが、まあ、確かにねこのモーターパワー強い方が、まあ、若干上下のブレっていうのは、少なく感じました。ただ、このピッチではなくてこの用ですかね、ここのねこの傾きのね、ブレっていうのが予想以上にちょっと入ってしまってて、まあ、それね少し今気になってこのスマートフォンのアプリで調整はしたんですが、ただねこのスマートフォンのアプリ少し厄介でして、一応ペアリング自体は素早くできて、まあ、モーターパワーでちょっとこう数字いじってねすぐ適応されるんですけど、なんかねこれがうまくいかないことがね多々ありました。うん、まあ、この映像も実はね、3回くらい撮り直してるんですよね。向こうのねあの撮影現場っていうかその実際現地で、アプリケーションでパパって調整したんですが、やっぱりこれはうまくねこの書き込みができなくて、まあ、その書き込んだけど、まあ、数値上はちゃんとこのスマホではねあのパワーは上がってるはずなんですが、実際ちょっとこうポンポンってこうジンバル小突いてみるとカタカタ鳴ってしまったりっていうことがね何回かねありました。うん、まあ、そのせいもあってもしかしたらこの用のね設定リングがこの家でやった設定がうまくこう反映されてなかった、まあ、可能性がちょっとありますね。うん、しかもねタチが悪いのがちゃんと数字上はねモーター100何ぼとかっていうふうに数値が書いてあるのに実際は反映されてないっていうことなんで、この辺ねもうちょっとなんとかならないかなっていうふうにねちょっと感じました。うん、まあ、ただ何回かやればねちゃんと設定は反映されましたし、まあ、最後の映像なんかはねしっかりとこうちょっと上下のブレとかはね防げていたんで、まあ、もうちょっとこの辺は要検証っていうところがね分かりました。うん、今回ちょっとこのモーターのねパワーでどれくらい 手ブレが変わるのかっていう話のはずだったんですけど、なんかこのアプリケーションのこううまくいかないという話が割となんか多かった、そんな感じがします。ここまで見ていただきありがとうございました。今後動画が皆様の何かの参考になれれば幸いです。で今後もですねこんな感じで、パイロットフライのトラベラーとかジンバルどんどんね、扱っていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。